独裁者、独裁者、独裁者、または、チャップリンの独裁者、現代、ザ・グレート・ディクテーターは、1940年に公開したアメリカ映画で、チャールズ・チャップリンが監督、制作、脚本、主を務めた。チャップリンが、当時のドイツ国の指導者で、オーストリア併合やポーランド侵攻、ユダヤ人虐待などを行ったアドルフ・ヒトラーの、独裁政治を批判した作品で、 近隣諸国に対する軍事侵略を進めるヒトラーとファシズムに対して非常に大胆に非難と風刺をしつつヨーロッパにおけるユダヤ人の苦境をコミカルながらも生々しく描いている1940年10月15日にアメリカ合衆国で初公開された当時のアメリカはヒトラーが巻き起こした第二次世界大戦とは未だ無縁であり平和を享受していたが この映画は、そんな、アメリカの世相からかけ離れた内容だった。またこの作品は、チャップリン映画初の完全陶器ーー作品として有名であり、さらに、チャップリンの作品の中で、最も商業的に成功した作品として、映画史に記録されている。アカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、助演男優賞、ジャック・オーキー脚本賞、作曲賞、 メレディス・ウィルソンにノミネートされ、ニューヨーク映画批評家協会賞では、主演男優を受賞した。また、1997年に、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。初公開当時にドイツと同盟関係にあった、日本では公開されず、日本初公開は、第二次世界大戦の終戦から15年。 サンフランシスコ港は条約締結から8年後の1960年であった。しかし、日本でもヒットし、工業収入は1億6800万円を記録。この年の工業収入第4位となった。ランキング以下は日本でのランキング。映画は第一次世界大戦における戦場の場面から始まる。チャップリンは架空の国とメニアの陸軍重砲部隊に所属する。 無名の二等兵以下役名を床屋のチャーリーとするとしてばする。前線で味方とはぐれた床屋のチャーリーは負傷した。主官の手術を救出するとともに、手術が所持している重要書類を本国に届けるべく飛行機で飛び立つが、二人の乗った飛行機は燃料切れにより墜落してしまう。墜落を生き延びた二人は友軍に重要書類を届けようとするも、トメニアが、 すでに幸福していたことを知り大いに悲しむ。一方、床屋のチャーリーは墜落のショックで戦争中の記憶を失い、日常生活に支障はないものの、以後の20年を病院で過ごすことになる。この20年の間にトメニアでは、政変が起こり、アデノイドヒンケル、チャップリン、一人に役。なお、床屋のチャーリーと顔が似ているのは、偶然であるが、独裁者として君臨し、 内務大臣権宣伝大臣、ガービッチ、ヘンリー・ダニエルと戦争大臣、ヘリング元帥、ビリー・ギルバートの補佐を受けつつ、自由と民主主義を否定し、国中のユダヤ人を迫害するようになっていた。床屋のチャーリーは病院を抜け出し、ゲットーにある自宅権利発見に戻ってくる。しかし、本人は20年の時間の経過を理解しておらず、 埃が積もった理髪店のありさまに呆然とする。彼は、ヒンケルの手先である突撃隊が、自分の店の窓にペンキで塗ったユダヤ人の聖書を消そうとして、突撃隊に暴力を振るわれる。現在の政治状況について何も知らないとこ屋の、チャーリーは突撃隊に反抗したところ、大勢の突撃隊に死刑を受け、吊るし首にされようとしたが、かつて命を助けたシュルツが偶然に通りかかる。 シュルツは、ヒンケルの信頼も厚く、今では突撃隊長となっていた。床屋のチャーリーが、ユダヤ人と知って驚いた。シュルツであったが、以前助けられた恩から、突撃隊に、床屋のチャーリーと彼の隣人であるハンナに手を出さないよう部下に命じた。ヒンケルはオーストリッチ侵略を企て、ユダヤ系の金融資本から金を引き出すため、ユダヤ人の抑圧政策を緩和した。急に、 人間らしくなった突撃隊員たちを目の当たりにして、ゲットーの住人は、ヒンケルが自分たちに市民権を返してくれるのではないかという淡い期待を持った。しかし、資金援助を断られたヒンケルは、ユダヤ人に対して怒りをあらわにし、シュルツにゲットーを襲うように命令する。これに対し、シュルツは、ユダヤ人迫害は、党の利益にならないと反対したため、 ヒンケルは落胆しつつも彼を全ての役職から解き強制収容所にぶち込んでしまう。そしてラジオ放送においてユダヤ人への怒りをあらわにした演説を行いユダヤ人迫害を再び強化する。シュルツが失脚したことを知った突撃隊は床屋のチャーリーのせいだと思い込んでゲットへの襲撃を行い床屋のチャーリーの店は破壊されてしまう。 これらの出来事を受け、ハンナは、隣国オストリッチへの亡命を決める。強制収容所から脱出した手術はゲットに逃げ込み、ヒンケル体制の転覆を計画したが、事前に発覚して、床屋のチャーリーと共に捕まり、また強制収容所に送り込まれてしまう。また、ハンナと彼女の両親ら床屋のチャーリーの近所の、人たちはオストリッチへ、亡命同然に批判し、 オストリッチでヒンケルに迫害されない新たな生活を迎えようとしていた。しかし世界の皇帝として君臨する野望を抱くヒンケルはオストリッチへの侵略を諦めていなかった。ヒンケルのオストリッチ侵略計画は近隣国バクテリアの独裁者であるベンツーイー、ナパロニによって反対される。ナパロニは交渉のためとメニアを訪れ、二人の独裁者の間で激しい交渉及び 食べ物を使った喧嘩があり、両者は一旦妥協するが、ヒンケルは妥協を保護にして、ついにオストリッチ進行を決行した。オストリッチに脱出していたハンナたちは再びヒンケルの支配下に置かれ、深い悲しみと絶望の淵に追い込まれることになった。シュルツと床屋のチャーリーは、トメニアの軍服、ナチスの針十字に似せた操縦字が特徴。 英語のダブルクロスには裏切りの意味があるを着て強制収容所から逃げ出した。この時、床屋のチャーリーの外見がヒンケルにそっくりだったこと、かつてヒンケルに徴用されていた手術を従えていたことから、将兵たちは床屋のチャーリーを本物のヒンケルと間違えてしまった。逆にヒンケルは進行に備えて資料旅行を装って、 オストリッチ国境付近で単身待機していたところを脱走した床屋のチャーリーと間違えられて配下の兵士に逮捕されてしまう。床屋のチャーリーはヒンケルと間違えられたままトメニア軍に占領されたオストリッチの首都へ連れて行かれる。ガービッチが演説を行い言論の自由や民主主義を否定しユダヤ人や黒人は劣った民族であるとしてヒンケルにただ服従せよと迫る。 それに続いて演大に立った床屋のチャーリーは、自由と寛容、人種の壁を越えた融和を訴え、ガービッチとは全く逆のヒューマニズムに基づく演説を行う。兵士たちの拍手歌詞催の中、チャーリーは絶望に泣き崩れる花にラジオを通じて語りかける。希望を感じさせながら映画は幕を閉じる。ノミネート。受賞。 映画に登場するゲットーの街の看板などは、基本的にエスペラントで書かれ、さらに本来のエスペラント表記にはない符号が、文字の上に所々付けられて、それがドイツ語風あるいは、ポーランド語風に見えるようにアレンジされている。これは、エスペラントの考案者ザメンホフが、ユダヤ人であることや、当時ヒトラー政権下のドイツにおいて、エスペラントが弾圧されていたことと関連がある。 それぞれ演じられているトメニアの独裁者とその側近などはドイツのナチス党の幹部の名前をイメージさせるものにしてあり、アデノイド・ヒンケル、アデノイド・ヒンクルは相当のアドル・ヒトラー、アドル・フ・ヒトラー、内省券宣伝賞、ガービッチ、ガービッチは宣伝賞、ヨーゼフ・ゲッペルス、ヨーゼフ・ゲッペルス、戦争賞、ヘリング・ゲンスイ、ハリングは空軍総司令官権航空省、 ヘルン・ゲーリング国家元帥、ヘルマン・ゴーリングの文字理である。また、ベンツィーニ・ナポロにニは、イタリア首相ベニート・ムッソリーニの文字理である。もともとチャップリンは、モダン・タイムスの次回作として女密行者を、主人公にした映画、ポーレット・コダード主演。1967年製作の、白爵夫人の原案となる、ついで、 ナポレオン・ボナパルトを主人公にした映画を構想していた。後者においては、ナポレオンが影武者と入れ替わって、セントヘレナ島を受け出し、姿勢の教師ナポレオンとなって革命に参加するも、島に残した替え玉が死んで、最後は悲劇的な結末を迎えるというものであった。どちらも、時世に鑑みると、あまり適当でない作品と考えられた。そこで現代に即死。 ナポレオンをヒトラーに変えて映画を作ることとなった。チャップリンは例によってこの映画の脚本、監督を務め、チャップリンスタジオに加えてローレルキャニオンなどロサンゼルス近郊の各所で撮影された。なお、チャップリンは街の明かり以降自分で音楽も作曲していたが、今回に限っては気に入らないところの撮り直しもって、時間的に作曲の時間が立てられず、クランクアップ後、 たっぷり時間をかけて作曲と編集に集中するのがチャップリンのパターンであった。作曲のほとんどはメレディス・ウィルソンに委ねられた。もちろん、この映画のアイデアはチャップリンの放浪者とヒトラーとのキャラクター上の類似から発展したものである。ユダヤ人の友人や同僚から聞き及んだ1930年代を通じてエスカレートするドイツのユダヤ人迫害もモチベーションとなった。 最終的に制作を決断したのは、アレクサンダー・コルダのプランを受け入れてからであった。チャップリンは1938年から1939年にかけてストーリーを制作し、1939年9月にドイツ軍がポーランドに侵攻して始まり、祖国のイギリスも参戦した第二次世界、大戦勃発後の2週間後から影を開始した。 撮影を終了した六ヶ月後にはフランス第三共和制がドイツ軍によって陥落し、ついでイギリスへのドイツ軍の上陸が行われると言われていた。制作中に起こったヨーロッパでの戦争が賛否両論を生んだ終盤のスピーチを挿入する動機となった。チャップリンは、後世、自伝において、ホロコーストの存在は当時は知っておらず、もしホロコーストの存在などのナチズムの本質的な 恐怖を知っていたら、独裁者の映画は作成できなかったかもしれないと述べている。なお、映画の撮影当時はドイツによるユダヤ人に対する迫害政策とゲットへの強制移送はドイツ国内とドイツ軍の締め字で実施されていたが、ユダヤ人に対する大量虐殺はまだ行われてはいない。なお、ホロコーストという状況の中でユーモアを導入する試みはロベルト・ベニーにの ライフ・イズ・ビ b e a u t までの半世紀の間は見られない。当初、独裁者の最後は、戦争が終わり、ユダヤ人と兵士が手に手を取って、踊りを踊り、また、中華民国と戦争をしていた、日本も、爆弾の代わりにおもちゃを落とし、戦争を終えるという設定をしていた。しかし、チャップリンはこれでは独裁者に対する怒りを表現、できないとして、台本を変え、 最後の6分間の演説シーンとなった。この6分間の演説についてアメリカなどの右翼勢力は共産主義者の陰謀であるとして強く反発した。また、1929年の世界大恐慌によって黒人やユダヤ人を迫害する経験系を中心とした翼がアメリカをはじめ先進諸国で台頭したため、そのことも独裁者に対する反発を促進させることとなった。 一部のチャップリンの評論では、殺人教時代がアメリカ追放の原因であると論評しているものがあるが、チャップリンに対する政治上の反発は、モダンタイムスの頃、もっと遡れば第一次世界大戦の頃から上がっており、また以上にあるように最大の収益を上げた独裁者に対しても政治的圧力や反発があった。この映画の制作は、 世界状況の緊張と気を一にしている。独裁者だけでなく、いや、どちらも日本未公開のような他の反ファシズム映画は、アメリカとドイツが微妙な関係にありながら、中立状況を保っていた中では、リリースできないだろうと予測されていた。そんな中、チャップリンは、財政的にも、技術的にも他のスタジオから立していたため、代々的に作品の制作を行うことができた。 だが一方では、独裁者がリリース不可能になれば、150万ドルを個人資産から投資していたチャップリンは破産するという状況でもあった。結局、独裁者は1940年の9月にニューヨークで封切られ、10月にはアメリカ国内で拡大公開され、11月にはイギリスで公開された。パリの解放後間もない1945年4月にはフランスでも公開された。 アメリカとドイツはまだ開戦していないものの、ドイツがアメリカと開戦するのは1941年12月になってからである。映画の内容から、当時国であるドイツは、もちろん、ポーランドやオーストリアなどのドイツの占領下、影響下にある地域、ドイツと同盟関係にあった、日本やイタリア、また、アルゼンチンやチリなど、ドイツ系移民が多く、新独政権が多かった、南米諸国や、 中立政策をとっていたアイルランドでは上映禁止となった。これらの地域での風紀理念は次の通りである。イタリアとアイルランド1946年、ドイツ1958年、日本1960年、高見順は1941年12月に、ジャワ島で小林刑事は陸軍兵士としてイギリスが 植民地支配していたシンガポールに駐屯た際、イギリス軍からの応酬品の中に独裁者のフィルムがあり、それを見たという。独裁者は発表と同時にアメリカで大人気となった。批評家の反応は様々で、特に終盤のチャップリンのスピーチを要求的、左翼的として批判する者も,も多かった。悲劇化された突撃隊をナチスの恐怖を大っぴらに誇張していて、 不謹慎だとする意見もあった。だが、ユダヤ系の観客は、ユダヤ人のキャラクターと、その絶望に深く感動した。当時のハリウッドでは、ユダヤ人に関することはタブーであったのだ。チャップリンの友人は、独裁者を盗作であるとチャップリンを訴え、チャップリンサイドに500万ドルを要求した。チャップリンサイドは、最終的に9万5000ドルを支払うことになった。前作。 モダンタイムスはドイツの映画会社トビス社から訴訟を起こされた1937年と1947年の計2回。チャップリンサイドはモダンタイムスへの訴訟、2回目を独裁者への報復であると見ている。チャップリンとヒトラーとの間にはいくつかの共通点があり、チャップリンは1889年4月16日生まれなのに対し、 ヒトラーは1889年4月20日とわずかに4日違いである。またトレードマークが口ひげであり、チャップリン自身、ヒトラーの口ひげは自分のオリジナルキャラのチャーリーを下品にしたようだというイメージを持っていた。また、チャップリンはロンドンの貧しい家に生まれ、生活に苦労し、ヒトラーは生まれた家は中産階級で豊かだったものの青年期において、 公共独身者が宿所で生活しているということ、例については近年、我が闘争でヒトラーが誇張したものであって、実際の施設である公共独身者が宿所は必要最低限の生活ができる施設であったという説が有力である。また両人に一時ユダヤ人説が流れていたことで、共通項が多いと見る向きもある。なお、ヒトラーが本作を見たかどうかについて、 チャップリン研究者の大野博之は2015年の著書でドイツ政府が収集した映画作品のリストに含まれているがヒトラーの干渉については不確かな証言が複数あるものの明確に裏付けられる資料はないとしている2001年に制作された BBC ドキュメンタリー作品放浪者と独裁者ザ・トランプザ・ディクテーターではヒトラーは 実際にこの映画を見たというヒトラーの元秘書による証言が残ってる。インターネットムービーデータベースによれば、チャップリンはこの証言を聞いて何としても感想を聞きたいねと答えたという。また、ヒトラーは政治キャリアの初期においてすでに映画界におけるチャップリンの人気に目をつけていたとする意見もある。チャーリーのキャラクターとヒトラーの類似はたびたび語られるところである。 つまり、自らの知名度を上げるために、チャップリンと同じ四角い口ひげを生やしていた、というのである。実際のヒトラーの最後は、映画、独裁者の終わり方のような希望であるより、むしろ絶望であり、長年のパートナーエーヴァ・ブラウンと正式に結婚して、数十時間後、相当地下の一室で、エヴァと共に、非号の死を遂げた。ヒトラーは反ユダヤ、反、 フリーメイソンであった。フリーメイソンは、ナチストを率いる、当時のドイツ政府による弾圧の対象であり、ドイツ警察に収監され獄死したフリーメイソンたちがい、映画、独裁者の中盤、地球儀が大きな音を立てて破裂し、場面が、理髪店に移りラジオから流れる音楽は、フリーメイソンの音楽家、ヨハネス・ブラームスの、ハンガリー部局第5番、還元楽版である。 チャップリン映画の常連で、フリーメイソンのチェスター・コンクリンが、前作、モダン・タイムスに続いて、本作、独裁者に出演した。欧州統合の父でパンヨーロッパ連合主催者、リヒャルトクーデン・ホーフ・カレルギー・ハクシャクは、ヒトラーの政治上の敵であり、チャップリンと共同で、独裁者の、配給元ユナイテアーティストを設立した、ダグラス・フェアバンクス、1925年に、 フリーメイソン D に入会や出演者のチェスター・コンクリンだと同様、クーデンホーフカレルギー伯爵もまたフリーメイソンである1922年に入会。クーデンホーフカレルギーのアメリカへの亡命劇が比喩的に描かれているワーナー映画カサブランカ1942年もまたハンナチス映画であり、ワーナー四兄弟の中にフリーメイソン D のメンバーがいる。 少なくとも、ハリー、サム、ジャックの3人は、フリーメイソンである。チャップリンと、女優ポーレット、コダード、ハンナ役は、講師にわたるパートナーであった。空伝法復カレルギーのパートナーも、また女優であり、ヨーロッパの三大女優、4大女優、イダ・ローラン、である。ポーレット・ゴダードとイダ・ローランは、ユダヤ系である。ポーレット・ゴダードはまたパラマウント社の女優であり。 パラマウントの前身、フェイマスプレイヤーズフィルムカンパニーを設立したアドルフ・ズーカーンはフリーメイソンである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。